ゆきりこのお願いエンジェル。パチスロセブンをご覧の皆さん、こんにちは。リーチエンジェルのゆきりこです。さあ始まりました、リーチエンジェルゆきりこのお願いエンジェル。この番組はですね、私が限られた軍資金の中でお助けライターさんにいろいろ教わって成長していく番組となってます。それではですね、もうすぐに呼びたいと思います。お願いします。お久しぶりでございます。お願いします、はい、さあ山田さん、はい、2回目ですね。2回目ですね。はい、どうですか、その後は成長成長してますか。あの、ほんとこのぐらいもう米粒ぐらいです。コツコツと。はい、でも大事です。大事大事大事ですね。苦笑い、はい、いやいや、そんなことないです。今日こそは山田さん勝ちましょう。そうですね、なんか最近、はい、ちょっと調子があまりよろしくないって聞いたんで。そうなんですよ、ちょっとかぶり物を、はい、罰ゲームをして勝ったりとか、罰ゲームをして負けたりとか。なるほど、はい、じゃあ今回そうならないように頑張りましょう。はい、で、はい、まずはまだ入ってないんですけど、軍資金から決めていきたいと思います。はい、分かりました。これね、はい、最近ちょっと私1万円引いちゃうんですよ。私これにします。大丈夫ですか。これここ汚れてますよ。あ、じゃあここ汚れてるやつしておきます。私が選んだんで良かったですか。いや、いいです。大丈夫ですか、はい、行きますよ、せーの。あー、ほらー、いけー。え、2人揃ってですか。いやー、やばい。こんなことあります。これ罰ゲーム決定じゃないですか。ということで、はい、1万円ずつなんですけど、はい、ちょっとこれ、この軍資金でちょっと台の方選んで。わかりました、山田さん、はい、お願いします。なんとか頑張りましょうか。はい、それでは行ってきます。はい、ですか。そうです、ちょうど前回花火だったじゃないですか。はい、でやっぱ成長を見るという意味では、その花火にゲーム性が近いバーサスが一番いいんじゃないかなと思いまして。そうなんですよ、私、うん、次まで頑張りますって言ったんですよ。そうなんですよ、なんでどんぐらい成長するかなと、はい、見てみたいなって思いました。あの時の記憶をなくなれ。もうなくなってもバーサスは買えないですから。まあでも1万円ですしね。そうですね、だから逆ちょうどいいんじゃないですかね。1万円で勝負できそうなバーサスで成長を見極めるということで。わかりました。はい、で、花火と違ってちょっと注意点じゃないんですけど、1個だけ覚えておいてほしいことがあるんですけど、はい、レバー音時に予告音が鳴った時しかチェリーが揃わないんですよ。はい、なんで予告音が鳴った時チェリー以外揃う可能性もあるんですけど、はい、とりあえず予告音が鳴った時だけは絶対にチェリーを狙うっていうのを意識して打ってもらえればなと思います。はい、わかりました。で、今回花火と比べてバーが多分見やすいと思うんですけど、なんでまずはオーソドックスな、そのちょうど横っこになりましたね、バー狙いで消化してみてもらいたいなと思うんですけど、ちょうどチェリーが出ましたけれども、で、こっからのリーチ目とかもあるんですけど、とりあえずは普通に消化してもらって大丈夫です。はい、了解です。はい、で、今横っこちょうど鳴って、チェリー引き込むところ狙ったんですけど、はい、チェリー引き込まなかった場合は第三停止まで、消灯するとフラッシュが発生するんですけど、この時のフラッシュの種類に注目してもらいたいんですけど、今クロスで走ったんですけど、これスラッシュっていうフラッシュで最大3段階まで発生するんですけど、うんうん、3段階までフラッシュした時は、子役外れでリーチ目とかボーナス当選が確定するんで、で花火に比べるとリーチ目がちょっと出づらくなってるんですけど、その分このフラッシュでボーナスを察知することが結構ある台なんで。わかりました。そこら辺をちょっと意識しつつ、で、あとは横コーン、これが今横コーンになったじゃないですか。で、横コーンになった時ってリプレイの可能性がないんですよ。なんでこの出目はリプレイをはスイカはボーナスなんで、この時点でここにスイカが来なければ
まずボーナスですし、追加来ても外れればボーナスです。いきますね。はい。わあ、緊張してきた。うわあこれで赤ならアンモナーで追加来ちゃうの、はい、ただね、これ一つ残念なお知らせなんですけど、予告になって消灯するとこのデメほぼ追加なんですよ。早く言ってください。一人でちょっと喜んじゃってちょっとバカじゃないですか。いや、なんか今の仕草がちょっと良かったんで、あの見届けちゃいました。でも花火の時に比べたら、そのバー、まあ、花火を見やすいからっていうのもあるかもしれないですけど、うん、バー狙うのはだいぶちゃんとできてるような気がしますけど。なんですけど、はい、外しができないんで。ああ、なるほど。なんであの外しって1回目に来るんですかね。私必ず1ゲーム目に来るんですよ。シュルルンって。いや、多分あれですよ、あのもうできないから来るな来るなって思ってるからだと思います。それが読まれちゃう。そうです。頭いいですね、バーサス。おとり、これでスイカが外れれば。いきますよ。おう、外れました。で、今あの最後のチカチカっとしたの、これが3段階です。あ、はい、でこれでボーナスとりあえず創生したんで、まずはボーナスの種類ですけど、1枚掛けで、で、これは花火と一緒で V をまず最初に狙いましょうか。で、V がちゃんと狙えてればこの時点でレギュラーか赤ナビックなんですけど、まあ、とりあえず中右にもレギュラーを狙ってみてもらって、レギュラーでございました。レギュラースタート、はい、当たりこ、うん、やった。そう、早い、なかなかいいんじゃないですか。よかった、今日は1回も当たらないんじゃないかなってちょっと思い始めちゃったんですよ。あ、その1万円でです。そうです、周りがどんどん当たっていく様子をつけているのに、うん、確かに周りすごい調子いいですもんね。そうなんですよ。これ普通にレギュラー中はいいですか。大丈夫です。目押しとかは特になくて大丈夫です。ピックだけですよね。そうですね。投資が今 4K なんで、お、ちょいと戻ってきた。ちょいと戻ってきました。次はビッグ引きたいですよね。でも知ってました、大和さん、はい、私ビッグ来なくていいとも思ってるんですよ。あれですよね、あの外しが怖いからですよね。そうです、そうです。いや、今日の目押しならいけそうな気がするんですけどね。もう来るなとも思ってるんですよ。でも最低ですけど。今バー狙ってたじゃないですか、はい、今のバーの目押しができてれば大丈夫だと思います。いや、なんか私、うん、2コマなんですよね、うん、3コマ目を狙えてるような気がしちゃうんですよ。なるほど。でも今とかちゃんとできてます。本当ですか、はい、お、スイカ外れで1目ですけど外れました。わ、いや、よかったです。とりあえず投資6000円で、お、しかも V ビッグです。うわ、159ゲームこれ、しやもとさんが当たる前にまたレギュラーを引こうっていう作戦だったんですけど、あの失敗に終わりました。意味、もうやっぱレギュラーだけでいくとなると、はい、ポンポン行かなきゃダメじゃないですか。そうです、じゃないとどんどん出玉だけ減ってきますから。おかしいな。で、まあ、ビッグ中は、1回だけ逆押しで上段に赤ナビ倒しですかね。いい音、いい音ですね。バーサス本当音がいいんで、今年一番良かった機種バーサスってパッツのセブンのアンケートに書いたんですけど、音聞いてるだけでちょっと癒されます。さっきみたいに赤7が上段にまで来ちゃって、
リプレイ以外が揃った時は目押しがちょっと遅いかもっていうふうに。わかりました。そうで、そういうなんか遅かった時に、あ、今のタイミングが遅かったんだっていうのを覚えると、ちょっと目押しが上達するかもしれないですね。赤7で OK です。はい、お、あ、そう、恐怖の音が聞こえました。やばいですね。はい、でこれもおなじみなんですけど、あの上段か枠上にバーを狙って外す。でもこの狙う場所自体がやっぱり通常時に狙ってるとこと一緒なんで、今日の目押し力ならいけると思いますよ。リプレイの時は大丈夫です。一応ちゃんと止まってるから。そうですね。うわー、だから一回ちょっと消化してみてもらいたいですけどね。でもそう言ってる間に、はい、あの私さっきの出玉がこれでなくなったんで、はい、あらら、この後、あ、あ、ちょっと増えた、ちょっと増えた。リーチ目じゃないですか。リーチ目ですか。はい、で、あのさっきも話したんですけど、バー狙って仮に目押しがちょっと遅かった場合でも、スイカはちゃんと引き込むんで、あの、まあ、スイカもチェリーも停止してなくて、こういったリーチ目が出れば当然ボーナスですよね。おー、じゃあ首の皮一枚つながりましたね。そうですね、ある意味うまいです。で、もし仮になんですけど、目押しがバー上段に正確に目押ししたら赤7ビッグの可能性が高いです。いや、違うと思います。違うと思いますか。もう自信は、もうこの、はい、バーに関しては全然自信ないんで。なるほど、まあ、じゃあ見てみましょうか。まずはまあ V 狙いからしてみます。お、ってことは、どっちせよビッグでしたね。わー、はい、ビッグレギュラーが良かった。そんな喜び方あります。おー、だって今日は、はい、あ、成長したところを見せなきゃいけない。そうです、そうです。で、これ赤7ですよね。あ、で、あの最初はあの本当は逆押しして左にいる赤7を狙うんですけど、今横っぽになってこの V が光ってるんで、この時は V 狙いで、はい、3連 V、はい、で、3連 V になってもこの下段に V が止まることがあるんで、これは気にしなくて大丈夫です。あれ、 V 狙いますよ今。で、あれです、この下段に V 停止した場合はここから V 揃ったりしないんで、あ、そういうことですね。は無視してもらって大丈夫です。はい、じゃあ7、ね、7を狙うんですね。はい、上段に赤7、赤7ありますか。私赤7はありますよ、ちゃんと。ちょっと早いかな、赤7なかった。で、また V 狙いですね。わー、で、あの停止なかった場合は中右適当で大丈夫です。さあ、いや、赤7ありますかね。あ、もうないよ、赤7。今度は遅いっすね、ちょっと。でもまあそこまでずれてもいないですけど。おー、今度早い。なんで、もうやだ。止めますから、見守ってください。はい、あ、もう、あ、でも惜しい、惜しい。これビタ押しですか。ビタ押しです。気持ちいい。遅っ。さあ、あとはもう中押しで適当に消化してもらって、横っこになったら V 狙いだけで OK です。はい、ヤマトさんも当たってるから、はい。あ、音がいろいろあれしててわけわかんない感じなんで。でも音ある方が楽しいです。そうです。さあ、いよいよあの見せ場ですよ、見せ場。ここをビシッと決めて成長の証を見せましょうよ。あれが来ないときは普通に打っていいんですよね。そうですね。
で、この時は通常通りですね。あー、まだ大丈夫。わー、でもまずは中右に止め、右中止めて、で、いつも通りバーを狙う感じで。わー、まだだから、多分あれなんですよ、よくあるんですけど、プレッシャー感じるといつもより早く押しちゃうんで、もうプレッシャーを感じない方がいいのかもしれない。終わりましたね。まあただ1回目ですからまだ。終わりました。さあ1回目はまあ失敗に終わりましたけど、はい、ただ1回失敗したぐらいでめげてたら、ね、始まらないんで、次頑張りましょう。次はかっこいいとこ見せますね。そうですね。でもちゃんとビタ押しが4回目ぐらいでできたのもあったんで、まずはじゃないですか、その通常時のバー狙いをしっかりして、はい、イメージを作りましょう。じゃあここから無言になります。レギュラーですね。ですよね。そうですね。あー、いいんですよ。ほら、来ていいんですよ。気持ちいい。はい、167ゲーム。これはダメですね。困ったことに、気づいたら僕最後の1000円です、これ。本当ですか。早いですよ。これ困りましたね、なかなか。でも私まだ5000円あるんでね。羨ましいです。レグいっぱい引いてますもんね。そろそろビッグが行きたい。そんなこと言ってたらですね、もうメダルがなくなっちゃいました。山田さん行きますか。じゃあ行きますか。行きましょう。はい、さあそれでは行ってみましょう。通りたい。めっちゃ元気。ちょっとあんなさん風に言ってました。オカリタイムでーす。5個用意しました。山田さん汚れてますよこれ。どれにします。じゃあ僕でも選んでもらいたいんで。じゃあ汚れ。じゃあ汚れ。じゃあ汚れ。じゃあこれ。セーフあるかもしれないですからね。ないかも。じゃあ行きますね。あるかも。せーの、じゃん。おお、なんでですか。なんでですか。これ書き直しましょうよ。やっぱあれですね、本当に選んでもらってよかったです。山田さん、はい、私のおかげですよ。そうです。でもこれで僕補充しましたけど、はい、お互いピンチはピンチですから。まだそうですね、ピンチはピンチなんで、ちょっと頑張りましょうか。頑張りますね。はい、もうそろそろビッグ欲しいですね。そうですね、やっぱりせめて1回はその成長の後を見たいですよね。1回のピックでは全然見せれてないですから。そうそう、まだ1回も外してない状態ですから。本当ですよね。ミッションボンの方みんな仲良しですもんね。まあみんな仲はいいですね。あんまりなんだろう、なんか和気あいあいとしてる感じして。そうですよね、うん、じゃあ出る杭打ってはないですね。そうです、まああんなぐらいですかね。そうそう、アンナすごいいい子なんですけど。本当ですね、めっちゃ元気。そうです、ただ本当あの元気さがたまに疲れるっていうか、なんかパツロ打つじゃないですか、はい、で1日打ってる時とかの、まあ、夜9時ぐらいに電話かかってきて、山瀬さん今何してますみたいな、あのテンションで来るんですよ。かわいい後輩ですね。今見ました、ちらっと。とんでもないデメが止まってました。嘘、中リールにチェリースイカチェリーが止まってました。じゃあこれ入ってるってことですか。しかも割とイメージなんですけど、そういうズレ目の時ってピックの可能性が高いような気がします。来た。あらららら、まさかのさあ。あーもう。あ、もうちょっと気楽に行きます。そうですね、ちょっと見ないでください。わかりました。じゃあ音で確認します。
よかったよかった。もうさっきよりダメ子になってますけど。ボーナスもっと来てくれないから。でも一仕事とりあえず終えましたね、まずは。うわー、アドレナリン半端ない。さあ、行ってみましょうか。とりあえず、はい、あの逆からのナビが出たら一回深呼吸しましょうか。そうですね、とりあえず頑張りますね、はい、ほらいや大丈夫です、今日ならやれますから。まずじゃあ右中止めてから一回深呼吸します。これで一回深呼吸して、はい、で通常時と一緒で、あ、バー狙いでじゃあ今から消化しますぐらいの。バーいますかね。バーはいますよ。いきます。落ち着いて、焦らず落ち着いて、ほらでもやっぱちゃんとできてるんで、汗んなきゃ大丈夫ですから。うわー、この汗めっちゃ汗かいてるうわー、やりましたね、おまたさん。うわー、きた。大丈夫、焦らんですよ。おー、うわー、ほらほらきたで、順押しすれば OK です。あれ、これ順押しでした。はい、大丈夫です。いや、やっとちゃんと消化できたんじゃないですか。はい、いや、よかったです。なんかちょっと感動しました。その花火の時にから見てるんで。よかったです。そう、あ、ちゃんと RT を消化したと思って。ただそのビッグで夢中になって全然気づかなかったんですけど、僕も、はい、あのおかわりしてから5000円使ってます。これ大丈夫ですかね。大丈夫です。大丈夫です。おかわりはもうちょっとできますあのそっちの大丈夫じゃない可能性ありますけど、そっちのあ、多分リーチ目だと思います。来たー。お、自分もまさかのボーナスです。大和さんも当たり子ですね。当たり子ですね。当たり子恥ずかしいですね。え、はい、やってください。当たり子今ね、多分ね、大和さんファンは燃えてくれてると思います。僕こういうのが一番苦手ですすみませんいえいえ、申し訳ないです、はい、で僕はあのまさかのレギュラーです。じゃあ私、はい、頑張りますか。はい、さあ早い深呼吸で、でいつも通りですよ。早い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 そう、多分さっきがうまく成功しすぎたんで、はい、気負いしました。ちょっと焦っちゃいましたね。あー止まんなかったか。おお、みんな期待してると思うんです。またビッグです。16ゲームビッグ3連チャンじゃないですか。すごいですね。ただやっぱりちょっとこれこの台さすがに確率悪いんでちょっとやめようかなと思うんですけど。はい、いい台探しですか。そうですね、どうしましょうね。じゃあとりあえず僕凱旋打ってくるんで。え、はい、そっち行くんですか。え、はい、あのハマり台があったんで。え、寂しいあとで何でしたっけ、ビッグの後の RT 完璧にこなせましたっていう報告楽しみにしてますせっかく当たったのにさ。あれ？何今の？ほら！これ赤7だ！
はい、完全に忘れてましたが、軍資金がなくなったら補充するためにはですね、罰ゲームのやつ引かなきゃいけないんですよ。で、足りないんで1枚引いて補充させてもらいます。てかもう4枚しかないし。じゃあこれでいいですか。いきますね、せーのドン。よりによってこれですか。あ、多分これで、あ、ってことはこれあれですよね、ループ射止めましたよね、ほぼ。きた。さあ4セット終了ということで、とりあえず保証はここまで。お疲れ様です。やだ、どうしたんですか。いや、もうちょっといろいろありまして、はい、なんか結果的に、はい、これ被ることになりました。だってバーサスから移動の時、はい、1箱半ぐらい持ってってましたよね。僕もあれなんですよ、天井狙うって言ってハマり台座ったんですけど、打ち出して半分ぐらい打った時に、あれでもこれよくよく考えたらこのメダルじゃ天井届かないなっていうのに気づいた。だってそうそうあれも少なく3000円ぐらいしか持ってなかったですよね。で全部入れたらちょうど1250ゲームぐらいだったんで、追加投資したいんですけどって言ったら、じゃあって言われて気づかないうちに。そうなんです。もう結果どうだったんですか、山田さん。僕と、まあ、3万は使っちゃったんですけど、はい、1245枚出て、はい、なんとマイナス4000円まで取り返しました。そうなのにこれですよ。これ私の予定だと、はい、エンディングの時は、うん、両方がカツラは被らず、そうそう終わるっていう予定だったじゃないですか。はずだったのに、と思って何やと思って。はい、こういうことでした。あ、はい、そういうことだったんですね、うん、で私なんですけど、はい、もう一回ねチャレンジしよう、うん、チャレンジ、もう帰れませんぐらいの勢いで、もう最後にちゃんとね、外せなかったらそう帰れませんみたいな感じで行こうって言って、覚悟決めてね、その時点で900ちょい持ってたんですよ、メダルを、メダルを、うん、だからよしと思ったら、はい、そこで503ゲームハマり、はい、レギュラー、うん、まあレギュラー多かったですもんね、あの台。そして最終的には何も引かず飲まれて終わる、はいはい、結果はなので、はい、7000円投資の0枚回収なのでマイナス7000円ということで、はい、まあ、あれ、はい、なんかいやすいません、いろいろ。いや私がすいませんでした。なんかもうね、1回しかね完走することができなくて、もう本当に悔しくって。でも僕本当お世辞抜きでですけど、前回の花火の時はやっぱり目押しが、ね、まだほら始めたばっかりじゃないですけど、その映像でパチスロ打つのを始めたばっかで、やっぱ、ね、ちょっと足りないなと思ったんですけど、今日の前半というか僕隣に見た時はかなりちゃんとバーン狙いとかもできてたし、1回は完走したっていうのもあるんで、僕はだいぶ成長を感じましたし、大和さんいなくなってからの私の心細が、はい、もうあそこに反映してしまったっていう。大和さんいなくなってからもう本当に、はい、もうこうでしたもん、なんかブーンちょろって毛生えてプワーみたいな。次回はもっともっと成長するんで、皆さんぜひ楽しみに見てください。楽しみにしてます。はい、それではバイバーイ。さよなら。